おはようございます、5月21日火曜日、11日目、いよいよですね、もうほぼ最終日と言ってもいいんじゃないでしょうか。今日はですね、京都で笠木キャンプ場に行こうかなと思ってるんですけども、それが終わったらね、もう帰るだけです。で、今時間はですね、7時44分。ここからですね、笠木キャンプ場までは30分ぐらいで行けるのかな。まあまだ出るには早いといえば早いんですが、11日目スタートします。ヤギューの看板が見えましたね。ヤギューといえばやっぱり剣術ですよね。ヤギュー一族の陰謀とかなんかそういうのありましたもんね。昔ね、あのファミコンで10米クエストっていうのがあって、それめっちゃやってたんですよね。それもヤギューでしたからね。ヤギューのね、末裔とかが住んでるかと思うと胸が熱くなりますね。これがキャンプ場かな。道ではこっちに行けって言ってますけどね。どの人が来た。下がってくれるか。おお、ありがたい。ここっぽいですけどね。多分ここなんだろうな。すいません。水がすげえ、水がめちゃめちゃ濁ってるな。ここで多分お金を払うんでしょうね。おはようございます。一泊したいんですけど。ありがとうございました。すごいなんか受付のおばあちゃんが話しやすい感じの人でしたね。ああいう人いいな。水はけがいいのは向こう側って言ってましたね。今車が止まってるあたり、あの辺が水はけがいいということなので、あの辺行きましょうか。とりあえずですね、お風呂に入りたいんですが、お風呂が10時まで空いてないということなんで、それまでちょっと待ちましょうかね。どこに行けばいいんだろう。どこまでがキャンプ場なのかが全然わかんないな。あ、はい。テイストよ。おー、全然わかんなかった。髪型が違って。帰りっすか今。昨日の晩から来てて。あ、マジですか。今日はニャンタンさんとやるんですよ、ここで。あ、そうなんですか。今日も一泊しましょうよ。仕事っすか。ちょっと一回ここ止めていいですか、じゃあ。マジですか。まさか知ってる人に会うと思わなかった。笠木って言ってたんで。ああ、僕琵琶湖の予定やったんですけど。あ、そうなんですか。昨日雨結構すごかったんじゃないですか。やばかった。ああ、やっぱそうっすよね。あんまり覚えてないね。あ、もう酔っ払ってて。一人ですか今日。一人です。そう、なんかさっきあの受付のおばあちゃんが、あのこのエンジンの車が止まってるあたりが水はけがいいからこの辺にしなさいみたいな感じで。そうそう、昨日も言われて。あ、そうなんですか。でもこれ知らんかったら、
チコの木の下とか良さそうじゃないですか。そうです、なんかそう思っ最初そう思ったんですけどね。プールみたいになってますよ。あ、マジですか。あ、そうなんですね。じゃあ大変だったですね、昨日雨で。そう、でも初めてあの引きこもりキャンプっていうのをもうその辺でもうあのこれ閉めて、はい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 、中でごちょごちょできるもんなんかなと思って、はいはい、意外とね、大丈夫面白かったまあそれはそれで面白いですよね。面白かった。で、こっちがデッドニングしたやつと、はい、全然違うびっくりしますね、これ。いやー、すげえ。もう全身に入ってる。全身に入ってます。へー、叩きますか。これ、あれですもんね、車の音じゃないですもんね、こういうの。すげー、違うもんですね。オーディオカーなんで一応。あ、なるほどなるほど。うわ、すげー、なんか謎のスイッチ類がいっぱいある脱出ボタンパカーンってこう上に出そうな。なんすかこれ、このスイッチ。これ中のあの照明とかなんですけど。なるほど、これがあのスイッチによって。そうなんです。あ、本当だ。ただそれだけなんですけど。これって市販で売ってるやつです。市販ではないですよね。埋めたんです。わ、すげえ。デッドニング面白いですよ。ドア閉めた時の音が違うもんな。違いますね。でしょ。いやー、違います違います、全然。焼肉用の肉じゃなくて本当ステーキですね、それ。へえ、ステーキです。しかもそれ絶対いいやつじゃないですか、多分そのなんかそのフォルムがもうやばいですよ、ね、やばいフォルムですね。これはやばいやつですね。ヤバ肉。ヤバ肉。ヤバ肉です。美味しそうっすね、これ。ちょっと早かったな。飲むんですか。全然僕は大丈夫です。いや、もう朝から飲みたくなる感じですね、これ見てると。飲んでくださいよ。いや、これからスーパー行かないといけないんで、また。あ、そうか。はい。いただきます。あー、すげー、いただきます。お皿を借りました。じゃあちょっといただきます。どうぞ。これをね、いただきますよ。うん、どうですか、美味しいですか。確実にいい肉ですよ、これ。ご視聴ありがとう。いただきます。あ、やばい。あ、やばい。酒が欲しくなるこれは特製ステーキソース作りましょうか。でもこれステーキソースつけたらもったいない。もったいない気がしますね。なんか肉をちゃんと味わうというか。めっちゃうまい。
ついに椅子が壊れた。この辺でスーパーってどこがあるか分かります？全く分からないです。ちょっと後で調べてみよう。なんかこの笠木っていうところにはないらしいんですよ。結構近くにはないってって言ってましたよね、うん。はい、今ねスーパーマーケットに向かって車を走らせてますが、笠木キャンプ場からですね大体19分ぐらいで、スーパーマーケットがあるということで今向かってます。昨日雨だったんでちょっとねお肉が焼けなかったってことで、かなりいいお肉をですね朝ごはんにいただきまして、本当ねありがとうございました。いやー美味しかった。あれこれがスーパー、あスーパーかこれか。いくつかね買ってきました。鮭ハラスとネギ、ネギ塩、これねちょっと美味しそうですよね。それと、明日の朝ごはんにいいかなと思ってラーメン醤油味、こういう簡単なのがいいなと思います。であとはねチーズタッカルビ、あとそれとチーズですね。話には聞いたことあるけど食べたことがないので、まあまあ今回この機会にねやってみようということで買ってきました。ちょっと冷蔵庫に入れます。なんかもうね旅が今日で終わるとはなかなか実感がないですけども、もうなんならこれからスタートするんじゃないかなっていうぐらいの感覚だったりしますが、もうね今日で11日目ですからね。まあいろんなとこ行きましたね。本当いろんなとこ行っていろんな人に会っていろんなものを見て、でもやっぱどこ行っても、あの日本全国どこ行ってもそうだと思うんですけど、やっぱりねあの YouTube も含めて、あの YouTube ってネットの世界ではあるんですけど、それも含めてやっぱね人のつながりだなっていうのを感じますね。人とつながって、あの今回の旅もですね相当助けてもらったところもあったりしましたし、お土産をたくさんいただいたりもしましたし、いろんなねあのお話をして勉強になったこともありましたし、いやーすごいですよね。日本全国にいろんな人が住んでていろんな生活があるんだなっていうのを旅に出るとねすごく感じました。でその中でもやっぱり今の、あの自分の家族、僕を入れてね5人家族ですけど、5人家族でこう平和に過ごせてるっていうのがやっぱりね相当幸せなことなんだなっていうのをね、あの普段は当たり前すぎるんですけどそうやって感じますね。で、うちの奥さんもね、普段はあんまり気にならないようにしてくれてるだけで、気にならないようにっていうか、やってますよっていうのを見せないだけでですね相当いろんなことをやってくれてて、大変なんだなっていうのはすごく実感しましたし、ありがたいなっていう感謝の気持ちもねやっぱり実感しましたね。この旅もですね12日間家を空けるっていうのはかなり結構大変だったと思うんですけど、僕じゃなく奥さんがですね大変だったと思うんですけど、こういう動画を撮ってくる旅だからっていう話をしたら、あじゃあ行ってきてっていう風にこう心よく送り出してくれたんでですね、事故だけは気をつけてねっていう感じで、そういうことを言ってくれる奥さんでよかったなっていうのもやっぱ思いますね。そういう話をしてしまうとですね、すぐにでも家に帰りたくなってしまうので、そういう話はここらで置いといて、とりあえず笠木キャンプ場あと6分です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またまたいつか会いましょう。会いましょう。はい。かのちからさんでした。ありがとうございました。また。失礼します。はい、どうも。ありがとうございます。じゃあまた、ありがとうございました。はい、気をつけます。お気をつけて。どうも。今ですねお風呂に入ってきました。すごい気持ちよかった。ですごい気持ちよくて、なおかつねちょうどおじいさんが一人いて、おじいさんがね兄ちゃん今日は貸し切りやでみたいなこと言ってくれましたね。で中入ると本当に貸し切りで、いやーよかった。やっぱねお風呂はね昼間に限る、昼間が一番気持ちいい。
お風呂があるところの2階にご飯屋さんもあったんですが、ちょっと予算オーバーな感じだったので、明日の朝ごはん用に買ったラーメンがあるんですが、そういうの食べようかな。でも本当ね、昨日の雨が嘘のように晴れてくれましたね。でにゃんたんさんとね、昨日ツイッターでやり取りしてて、明日あいにく雨ですねなんて話をしてたんですが、晴れました。いや、よかった。帰りました。はい、帰りました。もう最終日なんですが、こんな感じでですね、バックドアを開けて、寝袋とこっちですね、寝袋とあとバスタオル、さっき使ったバスタオルを干してます。まあ多分乾くでしょう、天気がいいし。まあそういうことで昼ご飯食べましょうか。ラーメン食べちゃいましょう。はい、じゃあこの中からですね、鍋を出して、ご飯のですね、ラーメンが出来上がりました。いいですね、こういう簡単なのもね、いいですよね。やったさ。ああ。どうもどうも。こんばんは。子供さんらは。子供は今そこに。あと、ちょっとご紹介します。遊んでます。どうぞこちらに。なっちゃん。ユーチューバーの夏キャンプさんです。どうも、初めまして。どうも。初めまして。ユーチューバー。どうもどうも。あら、いつから来たんですか。4時半ぐらい。あ、え、もっと前か。3時半ぐらいに来てましたね。あ、そうなの。え、全然気づかなかった。え、どこにいたんですか。あっちグランドあるじゃないですか。はいはいはい。あそこの手前がですね、トイレがどっか分かんなかったんで、一番近いところにしようと思ったら別のところにもあったんですよ。ああ、そうかもしれない。そこにもあるんですよ。久しぶり。1ヶ月ぶり。あ、そっか、1ヶ月ぶり。そんな久しぶりでもなかった。本当にですね、ありがたいことにですね、にゃんたんさんから差し入れいただきまして、なんかこう有名なところらしいんですが、鶏飯とあとひな鶏をいただきました。にゃんたんさん、ありがとうございました。本当にちょっと明るくしようかな。旅の初日に琵琶湖でスナフキンさんと一緒に会ったんですけども、今日もいらっしゃるということで、スナフキンさんをお待ちしたいとこなんですが、スナフキンさん、すいませんが、ちょっとお先にいただきます。めっちゃうまそうだな、これ。今日チーズタッカルビ買ってきたけど、やめよう。食べれたら食べよう。よいしょ、ビールがないと話にならないと思うので、さあ、じゃあね、ビールをいただきます。11日目、ほぼ最終日ですね。ほぼ最終日の11日目、ビールです。
こ通ったんですよね、あの親知らず子知らず通りました。あそこはひどかったっすね。すごいっすね。あそこはびっくりしました。しかもあの夜だったから全然見えないじゃないですか。いやびっくりした。しかもあの事故ったらすぐ海ですもんね、あれ、うん、あれは危ない。強烈でしょ、うん、明かりもあんまないじゃないですか。ナイスナイス。あそこトレーラーに通るんですよ。ビビるでしょ。トレーラーだって軽バンでも怖かったっすもんね。これがあのバトニングバトニングボード巻き割り台なんですけど、ちょっとしたい。でもですね、そこの人がなんか儲けがあんまり欲しくないっていうか、その障害がなくて、これ2つで多分4000とか5000ぐらいなんですよ。めっちゃ安いですよ。もしもし。もしもし。あ、僕？うん。いい子にしとった？父ちゃん。うん。やっぱり今から寝る？もうちょっとしたら寝るけえね。うん、父ちゃんさ。うん。いっぱさ。うん。なんでさ、今から死のうはさ。うん。いっぱさ。父ちゃん、どんな父ちゃん？ん？どんな父ちゃん？どうした？きっとさ、うん、俺、父ちゃん大好き。ああ、ありがとう。父ちゃんも大好きよ。ママ大好き。そしてさ、うん、父ちゃんがさ、うん、きっとさ、うん、今さ、うん、さ、うん、そこにもう終わった。もう終わった。はい。あ、はじめまして。もしもし。いい子にしとった。うん。そっか、あのね、父ちゃん今日ね、うん、あの京都っていうところにおるんだけど、にゃんたんさんも一緒におるんよ。へー、そうなの。そうそう、あのちょっと離れたところにおるんだけど、うん、うん、そうそう。で、なんか変わったことはあったかい？まだまだない。まだまだない。わかったね。じけ、みんなが小学校に帰った頃に帰るから、父ちゃんはね、それぐらいにみんながお家におってくれたら嬉しいなと思うよ。うん、大丈夫かな。うん、よし、じゃあ変わってもらおうかな。もしもし。もしもし。元気にしとる？ん？元気？うん、元気。なんか変わったことあった？え、あった。何があった？え、わからんか。わからんかった。まだ帰ってこん？明日帰るけえね。帰ってくる。うん、明日帰ってくるよ。ねえねえ、父ちゃん何しません？今はね、今は京都。え？京都っていうところにおるんよ。京都。ちゃん？うん、そういうこと。父ちゃんで何言ってやる？あのね、にゃんたんさんっていう人とキャンプしたの覚えてる？あ、覚えてるよ。覚えてる？あのね、その人たちとキャンプしよるんよ。あ、そっか。うん。もしもし？あ、もしもし？はいはい。あ、今日も大丈夫そうだね。あ、にゃんたんさんも一緒にするの？いや、ね、にゃんたんさんはね、俺らがおるところと離れたところにおる。違う人たちやろ。ね、邪魔してます。あのスナフキンさんっていう、あの最初に滋賀でやったじゃん。あ、その人とやりよって。俺は、あ、でニャンダさんはまた別でやりよる。あ、そうな。そうそうそう、まあまあ後でちょっと話はするとは思うけど。あ、そうなんだ。うん、明日はね、うん、多分こっちを10時ぐらいに出たら5時ぐらいにはそっち着くんじゃないかなと思うよね。高速で帰ろうと思って、やっぱり。ああ、そうだね、疲れるもんね。うん、疲れた。うん、はいはい、気をつけてね。うん、はいはい。はいはい、じゃあまたね。はーい。はーい。優しい。今のうちなの、お土産を。あら、富士土産です。おー、やったね。やったね。富士山コーラと、あ、それお茶です多分。おー、はい、なんか入れ物もあるからいいかなと思って。やったやったぜ。いただきます。どうぞどうぞ。今日はね、今日はね、え、なんかあるんすか。じゃあね、はい。
コロナで。ありがとうございます。コロナをいただきました。よかった、食べちゃってください。ありがとうございます。いただきます。この食べ物知ってはいるんですけど、食べたことがないんで、うん、どう調理したらいいかが分かんないんですよね、うん、写真でしか見たことないそうですよね。多分これとチーズだけなんで、さっきのカルビみたいに味がついてるんじゃないかなと思うんですけど、うん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 、なんか焼くっていうより煮るって感じがしますもんね、これ、うん、どんどんこれから油出てくるんでしょうね、うん、どのタイミングでチーズを入れればいいの。いやー、さっぱりわからないですね食べたことがないからまあ、やっぱ火が通ってからじゃないですかね。うん、いろんな人の動画見てるけど、でもやっぱそれぞれみんな面白いですよね。ランさんはランさんの面白さがあるし、ランさん、あ、ランタイムさん、ランタイムさん、そうですね、人によって違いますもんね。うん、 YouTube で見るようになったのが、ソロボッチさんって知ってます？あ、知ってます、知ってます。はい。あの人を見てから、YouTube 見るようになったから。ソロボッチさん、でも最近動画上げてないんじゃない？全然上げてない。全然上げてないですよね。6件か7件上げたっきりかな。ああ。いや、僕も昔見てましたね。この量で、足りるのか？あ、と思ってチーズも買ってきてます。あ、そうなんですか？はい。あ、チーズもあるのはあるんですけどね。あ、マジですか？あ、何？ベビーチーズなんですけど。あ、いや、ですね、ホンダチーズを買ってきてます。こんなもんですかね。うん、ちょっと。お楽しみ。いざ。今日マジで疲れましたからね。だから神奈川とかで会った人も。その話になって、あの時疲れてたよねみたいな感じで言うからあ、やっぱ分かるんだと思って。あれなんですよ、やっぱりその日常を決めるのも Google マップを見て、なんていうんですかね、地元の辺を運転してるつもりでここまで行けるでしょぐらいの、はいはい、その指でこうやってやって、あ、これぐらいねっていう、こうなんか合わせてやる感じだったから、あれが間違いのもとでした違うよ、もう北陸とか東北の道は自分のところの土地勘でこうやって、これぐらいの距離やっていけるわって思うけども、とてつもなく長いですよね。とてつもなくひどい。違うと思いました。だからもし次は九州とかで行こうかなと思ってるんですよ、またやる時があれば、うん、でもその時はもう1日4時間ぐらいの運転しとった方がいいなと思いました、うん、九州は特に長いと思う。長いですよね、九州も長いですよね。ではいざ、ご賞味させていただきます。でも、もう一つよ、ちょっと冷ました方がいいかな。絶対口の中の皮取れるね暗くて全然映んない私もいただきます。あ、どうぞ。あ、なるほど。うん、うまい。結構甘い感じなんですね。ね、うん、岩手のやつの店行ってたら、うん、例の落語家の楽大さん、途中からずっと話をしてましたね。ああいう全くジャンルの違う人と、やっぱ刺激がありますね。面白いですね。落語家さん面白いよ。落語家さんと、まあ講談師っていうんかな、はい、あの人たちはめちゃめちゃ息やし、めちゃめちゃ面白い。あ、落語と違うのは、講談と落語の違いっていうのは、フィクションとノンフィクションやから。あ、めちゃめちゃ講談はノンフィクションの方ですか。そうそうそう。あ、で、落語って結構創作じゃないですか。はいはいはい、あった昔話みたいな、はい、でも、この講談の方は昔あった、その言うてみた源氏と平家の話やったり、宮本武蔵の話であったりとか、それをこう、表紙と販売のやつで、表紙付け持って、
話もあれかまた引き込まれるの。いやそうですね、確か前テレビで見たんです。俺もすげえ初めて見てこれ面白いなと思った覚えがあるんですよね。焦ったくなって話すみたいな。はい、そういうことでですね、にゃんたんチャンネルさんと、あと夏キャンプさんと、あとスナフキンさんと、いろんな方に会ってですね、また楽しい時間を過ごさせていただきました。今日もですね、いろんなお土産をいただいたりとかして、この11日間の旅、明日で言ったら12日間ですね、本当にいろんな方にね、助けていただいたりとか、いろいろとね、手助けをしてもらった11日間でした。明日帰るっていうのがね、子供たちとか奥さんにも会えるっていう嬉しさもありつつ、すごい先のことのように思ったんですけども、もう気がつけば明日終わってしまうということで、まだもうちょっとやりたい気持ちもありますけど、まあね、旅は終わるもんですからね、旅は終わるもんですから、また次の機会にこういうことをやりたいなと思ってます。もう本当に充実した11日間でした。 YouTube を始めてもう2年ぐらい経つのかな、2年ぐらい経ってこうやってね、いろんな方に支えられてるんだなっていうのを感じた旅でもあったので、今後もですね、楽しい動画を撮れるように見てくださってる方が楽しめるようなものを作りたいなと思います。ということで、車中泊の旅11日目、今日はこれでおしまいです。ということで、おやすみなさい。